えー、最近はですね例えば、まあ、安倍政権の問題にしてもですね、えーまあ、支持率が非常に高く安定していた安倍政権がですね、えー、家計問題という一つによって、えーまあ、大きく崩れたりですねそれから、まあ、変なことはいっぱいあるんですね例えばあの熱中症ですね。 これもまあ1994年に熱中症というものの診断基準ができて、新しい病気が定義されたわけですけども、まあそれ以降ですね、まあ特に温度がものすごく高い37度、38度っていう時にですね、まあ熱中症、まあそれは昔の日射病というものを熱中症と言い換えたものが出てくるのはいいんですけども、温度がまあ気温が30度以下の時にですね、 比較的大量に熱中症の患者さんが救急車で運び込まれるというのはですね、一体何だろうかと。私の分野ですと、リサイクルとか、リサイクルするとなんかゴミが減るとかですね、ダイオキシンが毒物だというのにみんなが踊らされたわけですね。これはどうしてだろうか。テレビがその主体的な役割を果たしたわけですね。 えー、NHK というものが非常に大きな影響を持ったそれはなぜであるかということなんですが実はですね百分は一見にしかずということがあるように、えー、多細胞生物が5億5千万年前ににでききたと、まあ、目がでできたわけですね、まあ、目は、えー、それまで、まあ、触覚あたりが中心だったのが目ができて目は最初は1つから5つできたんですけども。 まあ、いろいろ検討してるうちにどうも2つがい,いらしいということでですね、えー、現在の、まあ、人間のように、まあ、2つの目で物を見るようになったそれで、えー、物を見るというものによってですね生物はどういうことをしたかっていうとですね目で見たものは真実であると判断してそれを頭行動のよりどころにしかつ頭の中に覚え込んだわけですね。 例えば向こうから敵がやってくるというのを目で見ると逃げるというわけですね。それで目で見たものが真実ではないと思うことはもうこの5億5,000万年間全くなかったわけですね。しかもまあ、えー、哺乳動物になって相当脳細胞が脳,脳の記憶が主体になってきたわけですが、えー、と脳はですね 今度さらに遺伝子で指示するものとは違うことでも納得するわけですね。まあ、特に人間、特に人間の男性っていう脳はですね、えー、目で見たもので自分の大脳で判断し、この大脳で判断したものが本能を上回るという、そういうすごいことになってきたわけですね。これがある意味では女性が化粧をし、 その化粧をした女性を見ることによって人間の性欲が誘導される男性の性欲が誘導されるっていうのはですねまあことまで起こってるわけですね。百聞は一見にしかずっていうことは人間には五感がありますが五感のうち、えー、視覚の情報が、まあ、次に有効な聴覚の情報よりも100倍以上も強いっていうことをまあ言っておりますしそれからまあ目で「お前は目で見たのか」とかですね それかから現場はどうなってるんだとかですね <laughs> そのそういうふうに目で見たことというのはもう人間はあ無条件にですね、まあ、それは正しいものだというふうに判断するわけですね。あ確かに自分の目の前で起こっていることを嘘だと思うってことはこれは相当難しいわけですね、えー。その敵が刀を振りかざしているのはこれは嘘だなんて言ったって切られてしまえば終わりなんですからね。ですから 目で見たことは真実であり、百分は一見にしかずという状態でずっと来たわけですよ。これが今から50年前まではですね、実は真実は一つしかなかったわけです。自分の目で見た現実、現実は一つしかなかったんですね。まあ、お芝居というのがあったことはあったんですけども、お芝居というのはですね、やっぱり人間の大人の大人の判断力ですと、あれは作り物だっていうことが分かって見ることができるんですね。 もちろんこれは脳の判断力と共にあるわけですから例えば幼児が絵本を見て絵本の中で書かれている視覚、まあ、から入ったことがですね本当だと思う例えばサンタクロースがあーなんかあのプレゼントを持ってくるとかですねお化けがいるとか新幹線とか、まあ、そういったものを絵本で見ることによって幼児はそれが本物だと思いますしかし大人はですねそれが架空のものであるということを前提に 見ることがでできるんですねところがテレビはですね、まあ、例えば NHK はですね、まあ、NHK の人に悪いんですけど真実を報道しますすと言うんですよだから見てる方もそれは真実だと思うんですねところがテレビで見る真実というのは我々はですね加工された状態のものもを見てるわけですね私たちが目で見る真実例えばこうスポーツを観戦するつったら ずっと例えば野球だったらピッチャーが投げてとかですね怪我する人が出てとかそれから周りはビールを飲んでるとかそれ全部を見ながらずっと進むわけですねところがそのえー、っと野球のこのニュースを見るとですねその例えば打ったホームランを打った時だけとかですねそれからピッチャーが三振を取った時だけとかそういうのをこう映すわけですから。 実はそれは真実ではないんですよね。それはテレビは真実を映しますといや、真実じゃないんですよ。現実じゃないんですよね。だから、どんなに忠実に、その、映しても真実じゃないんですよ。おまけに、例えば、まあ、バラエティ番組とか、それから民法、まあ、最近は NHK のその民法がやっているニュース番組とか、まあ、そういうのはですね、極めて加工されてるんですよ。ポツポツポツと、まあ、その、 プロデューサーがこれを出そうと思うとこだけを抜き出して我々が見るんですよ。そうすると我々がテレビで見る現実は現実ではないんですよね。つまり我々は5億千万年間視覚と目というものを使って真実を見てきてそれによって判断したり逃げたり攻撃したりご飯を食べに行ったり餌を取りに行ったり頭を構造を作ったりしてたのにですね 50年前に突然テレビが出ることによって現実が2つ登場してきたわけです。もちろん現実が2つ登場しても我々は現実は1つしかわかりませんから。ということはテレビで映されるものが現実に見えちゃうんですね。でしかもこのお芝居のようにあ大人が判断して明らかに、えー、これは作り物であるということがわからないんですよ。第一ですね。例えば、えー、っと、何でしたか、あの、ほら、 あーシーア・コルボーンのですねあえー、っとあれですねあの男,男性が女性になるっていうやつですね環境ホルモンこの時にまあ,あの私が調べた範囲ではこうだったんですけど、ね、NHK のカメラマンが相模湾で、えー、オスの生きのないオスを発見しようと思って1週間ずっと海の中を撮り続けたんだけど分からなかったそこに。 1>, 1匹そういうのが現れてそれを撮って実際の放送ではそれだけを流したこういうことをやったわけですねそうするとそれは現実ではないんですよ現実は1万匹も2万匹も撮った中の1匹なんですねですからこれはまあ危形でもあるけどまあ魚の場合は危形じゃなくたってオスがメス化するってことあるんですけどねつまり我々は常にテレビでは編集された現実を見てるわけですよそれから目で目で見ると両方目で見てるんですけど我々の身の回りを見るときはこれは 現実を見てるんですよすると現実を見てる時とそれから編集された現実とが混合するんですよねそれがテレビによる洗脳なんですねですから放送法では、まあ、新聞法っていうのはまあ確かないんですけども放送法では第4条にですね、えー、意見の対立のある時は必ず両方をテレビで放送しなさいっていうのは老婆氏みたいなこと書いてあるんですけどもそれはなぜかって言ったら テレビだだけが特別だっていうことですねそのこととを言ってるわけですところがテレビが編集して現実じゃないものを現実として見せるとテレビはそれで人間の頭をコントロールしますからつまり悪魔になるわけですね。まあ、この「題で「悪魔の箱となったテレビ」と書いてちょっと抵抗があったんですけどもまあヨーロッパ流の悪魔っていうのはですねそういうことをやる人なあのものなんですよね。つまり 真実から遠ざける人間をそれであるものだけを悪魔のささやきというのは本当じゃないことをささやくんですよ現在のテレビはですねどんなに放送局が誠実に放送しても悪魔の箱なんですよでそれをですねどうしたら悪魔とならないかということがまあもしテレビ学というのがあったらテレビ学の最も重要なテーマでしょうね慎重に 社会が慎重にやるならテレビ学が発達しテレビで見る現実とそれから本当に我々が見る現実と混合しないもしくは混合しても構わないテレビ放送の手法とか考え方ができてから放送すべきなものだったその被害を私たちは今受けていると、まあ、いうことでしょうね。